面白そうだ。赤花流意識落梅先行の一撃断罪つまらない相手だな。消えろ。お前のような虫けら、遅い。これで終わりだ。悪くない戦いだった。
めちゃくちゃ集まってんじゃん。まあこんくらいは来てくんなきゃな。明日ヘッドラインにそれが乗るけど、どう思う？全てを兼ね備えた男、友谷実。人間を超越した力まで手に入れた。幼稚だけど悪くないじゃん。あ、白川大河だ。あ、最上慎もいる。なんだこのマスコミは。お二人も友谷実さんをスカウトするためにいらっしゃったんですか？友谷さんのランクはどれくらいだと予想されますか？その人のことで来たのではありません。発言は控えます。友谷さんが死神ギルドと契約したということは、業界関係者ならみんな知っている事実です。今日は別の要件でここに来ました。彼がいなければうちは精鋭チームが2つ全滅するところでしたよ。恩に報いるためにも彼には必ずうちに来てもらいたいと思っています。うちは犠牲者まで出ました。戦力を補充しないといけないので、うちに来てもらうべきでしょう。 S 級を補充してどうするんですか？そっちこそ恩だなんだとらしくないことを言うのはやめた方がいいですよ。最上に白川まで。国内トップクラスのギルドが俺の取り合いを始めるとか。準備できたらしい。ひとまずインタビューから始めよう。なんだこりゃ。すいません、通ります。おい、なんだあんた、前を通るな。教会に用があるんですけど。ここは通れないからあっち行けって。勝手に通行止めされては困りますよ。ここでの記者会見を許可したのが誰なのかはご存知ですよね。どうぞこちらへ、水城ハンター。水城ハンター、どのような力をお使いですか？こういうのを出せたりします？それだけとはおっしゃいませんよね。あと100匹くらい出せますが。なんて魔力、どういうことなんだ。俺ですら圧倒される。あ、そっちは。水城ハンター、私でしたらそちらからは出ませんよ。なんだ。日本で10人目となる S 級ハンター水城俊さんが。ねえ、葵のお兄ちゃん、テレビに出てるよ。たった今、彼が S 級の魔法系ハンターだという公式発表があった。で、水城ハンターとの交渉はうまくいったのか？ごめんなさい、父さん。ギルドを作るから副マスターになりたいのならついてこいって。私がどうして諸菱ギルドを作ろうとしているか、ハンターの力はどんどん強くなっていっている。すでに弱小国の一部ではハンターが王のように君臨している状況で、法や国の機関がいつまで私はギルドを作り信頼できるハンターを集めたかった。そしてお前はもうそんな人を味方につけたようだ。合格だ。お前に任せよう。ありがとうございます、父さん。でも僕にはできません。ん？僕は水城さんのギルドに入ります。あなた、ケンタに少し厳しくしすぎたんじゃありませんか？ふん、あれでも多めに見た方だ。だが、お前の顔が
二つに見える。はい、あなた、あなた、どのくらい眠っていたのでしょうか。丸二日間です。どこか悪いところでも。ご家族に覚醒者判定を受けた方はいらっしゃいませんか。どうしてそれをお聞きになるんですか。溺水症というのがありまして、たびたび睡魔に襲われ、やがて永遠に眠りから覚めることができなくなる病です。生まれつき魔力耐性が低い方がいらっしゃるのですが、そのような方たちが魔力に長時間さらされることで起きる症状の一つが溺水症です。ご家族の中にハンターがいらっしゃいませんか。魔力は今ではあらゆるものに使用されて淘汰されたという意味でしょうか。この私が社会から、私は負けません。果たして存在するのか、成長可能なハンターなんて。俺がバカだった。最上代表も俺も骨折り損だったってことだ。年アーティファクトの鑑定をしてきたが、赤い水晶は初めて見る。うちでオークションにかけられますか。考えてみます。命の浸水を作るためには熱気から空の非属性の防御アーティファクトってあり。こちらへどうぞ。ご覧になりたいものがございます。これいくらですか。300万円でございます。これだとせいぜいカサカの毒画程度なのに。こういうのっていくらくらいしますか。これはこれは職人の細かいこだわりが感じられる探検ですね。貪欲の玉を売る必要はないかもしれない。今からお前たちの任務は俺の妹を守ることだ。一体だけでも A 級くらいなら倒せるよな。この際治安対策でもしておこうか。これからはお前たちがこの町内の用心棒だ。これで少しは世の中に貢献できるかな。あの人がいない。採掘の仕事を辞めたのかしら。あれ、高坂ハンター、今日は休みじゃ。お疲れ様です。あの、水篠って人は来てないんですか。水篠ハンターならさっき荷物持ちとして潜りました。それじゃあ今ゲートの中にいるってことですか。 E 級ハンターが A 級ダンジョンの荷物持ちに。そういえば昨日あの人、ボスの部屋で武器を持っていたように見えた。怪しい。ちょっと私も行ってきます。中で何かあったんですか。いえ、個人的なことです。心配しないでください。あ、手ぶらで来たんだった。すみません、何か武器をお借りできませんか。これ以外に何かありませんか。うちにはそんなものは。やっぱりいいです、このまま行きます。本当に手ぶらで大丈夫ですか。やっぱ身一つよりそれでもある方がマシでしょう。では。
水城ハンターがうちのレイドに介入する意図はなかったと思われます。白虎に引き続きハンタースまで助けられたということですね。何体もの兵士を召喚でき、暗殺系並みのスピード、死んだ魔獣を操る力まで。もしまだ隠している力があれば、僕とあのハンターどっちが強いと思います？代表は A 級の中でも最難関とされる水準のダンジョンを一人でクリアできますか？力には自信があるが、魔獣に至近距離から群れで来られると防御のしようがない。不可能です。最終兵器と呼ばれていることが恥ずかしくなりました。代表、俺は意見できる立場ではありませんが、あのハンター必ず連れてきてください。努力はしてみましょう。
よし、それ。ウォーミングアップでもするか。